祝図は、小説家、徳田修正の最後の長編小説。また、同作を原作として1953年に、新藤兼人が監督した、日本の長編劇映画である。小林正子長編小説、祝図は、修正裁判年の1941年6月28日から9月15日まで、都新聞に連載された。挿絵は、内田和を、 白山で沖屋を営む元芸者の小林雅子をモデルに芸妓の世界を描いていたため、情報局から太平洋戦争直前の時局から好ましくないという鑑賞を受け、第80回で連載を中絶。以後続きが書かれることはなかった。修正没後の1944年11月、小山書店により単行本化が進められたが、東京の空襲により、 正本の寸前で未発表部分の原稿とともに消失した。幸い見本釣りの一冊が疎開してあったため、戦後の1946年7月10日、未発表の裏木戸第14節の一部から第16節までを加えた形で刊行された。50年にわたる修正文学の集大成であり、しばしば修正文学ひいては日本の自然主義文学の 最高峰を示すとも言われる。広津和夫は、一体が簡潔な秋子への文章もここに、至って極度に簡潔になり、短い言葉の間に複雑な味を凝縮させながら、表現の裏側から、作者の心の眼畜を滲ませている技巧の完成は、彼が50年の修練の末にたどり着いたものであると、表紙、自然主義の総合と作者の自費心の美行を激賞した。川端康成も、 近代日本の最高の小説であることは疑いないと絶賛した。主人公、人次しらは、明治中央の進歩的風潮に触れて育ち、若気から反逆心にそそられて、地方庁の管理から、新聞社の政治部に入るなど職業をたびたび変えた後、資産家三村家の養子になったが、洋家の人たちと折り合いが悪く、妻の死後家を出て、子供たちとも別居し、今は落魄して、 銀スという芸者上がりの女性と同性している。銀スは貧しい靴職人の家に生まれ、一家の生計を助けるために芸者となり、苦労の多い波乱に満ちた半生を歩んできたが、家庭を持つことに憧れ、苦労にめげず、素朴で単純な性格を今もって失わない、貴重のサバサバした女性である。銀スが人志平の後ろ盾で、東京、白山で沖屋を営むようになった頃、 別れて暮らしている娘から手紙を受け取った。人としだいらは、不死身の療養所に、結核で入院中の長男を見舞い、娘に銀スを引き合わせる。久しぶりの不死の対面はぎこちなかったが、長年のわだかまりはいくらかやわらいだようであった。やがて物語は、銀スの過去へ遡ってゆく。1953年公開。原作における、 人としらとの交渉を写真し、銀スの全音声のみを描く、キネマ順報ベスト10位、徳田修正全集第18巻、海外、八木書店、2000年、佐々木徹、広津和夫、川端康成、ありがとうございます。